さあ、今回からちょっと2倍速で進めていきましょう。トラッパーが完成しましたよと。で、トラッパーどこで働かせようかな。この辺だと 32%。まあ、ひとまず、でもここで植林してるからね、この辺で働かせて、木が育つのを待つっていう感じにしましょうか。さあ、アドバンストファーミング、コンプリーティッド。なので、ベターサイズ行きましょう。これで、ハーベストスピードが増しますね。で、ハーベストスピード増した後は、ハウス栽培いいな。ハウス栽培もいいけれども、どうしようかな。なんか、メディカルセンターとかこの辺もいよいよ必要になってくるような気がするんだよな。これ何？サージプロテクターズって。ライトニング、あ、飛来神か。なるほど。まあ、まずは、ベターサイズですね。さあ、スペシャリスト、レディフォーアクション。ナディアさんは、帰ってきます。これでもいよいよ、コンポーネントが手に入りましたね。で、ドクもコンポーネント集めします。で、ボニーさんは、ここをチェック。お、いるじゃん。これ、アタック7のディフェンス2がどの程度なのかっていうのが、ちょっとわかんないんですけどね。まあ、とりあえず、殴ってみようか。コンポーネントだしね。で、アイビーさん。アイビーさんは、ひとまずここをチェックでいいですかね。薬か。まあ、今はとりあえず必要ないか。で、ナディアさん帰ってきたんで、コンポーネントが入手されて、いよいよここの建築が始まるわけですね。で、ナディアさん即、外に行って良さそうじゃない？体力回復してるし。で、ナディアさんは、どうしようかな。北に向かおうか、この辺。お、ストレンジストラクチャー has appeared in front of colony。 なんだそら。ストレンジストラクチャーってどういうことだ？なんか別に何にもないね。なんだろう。あ、ここか。ミステリアスオファリン。ほう。さあ、突如として祭壇が現れたというわけのわかんない。いきなり、最古な感じになってきましたが、まあ、じゃがいも二つ備えろって言ってるんで、備えてみようか。あ、なんだ？種もらったよ。え？嘘？嬉しいんですが、それは。何の種よ。これ何？あ、ピーナッツだ。やったたね。これしかも、グロースレート、ベリーファストで、あ、これいいじゃん。イールドミディアム、レジスタンスミディアムだからね。この、グロースレート、ベリーファストが、すごく効きそうな気がする。嬉しいなぁ。そして、トレーディングコンボ行きましたね。では、別のとことトレードしましょうか。サイエンスポイント欲しいような気がすんな。これサイエンスポイントいくらだ ?109。一つカレンシー3か。あんまりカレンシーないんですよね。売りも考えなくちゃダメかな、いよいよ。今はでもトレードできなさそうだね。あ、ベターサイズ終わってんじゃない？ベターサイズ終わったんで、じゃあ、次はどうしよっかな。これそうか。これなんだ？フロンティアアウトポストって。ちょっと待って。バグってるんですか？ディポジット何に使うんだろうね、これね。モータライゼーションが必要なのかな、これね。どうなんだろう。でもまあ、プロテクテッドクロップス。これいっとこうか、ハウス栽培。あ、これ電気食うんだ。ってなってくると、いよいよ、発電等々が大事になってくるっていうことか。なるほど。
あ、これもいいね。メカニックショップ、ジャンクリサイクラーだって。これいいな。これいっとこうか。パワー層をまずじゃあ進めちゃおう。スペシャリスト、レディーフォーアクション。ボニーさんは、ひとまずここをサーチューね。ツールだ。アイビーさんは、ここ。またメリスンだ。で、ドークは、ここ集め終わったんで、あれここ集め終わった?なんでここもう一回行けるの?終わってるよね。じゃあ、ここをスカウトしましょうか。鉄か。まあ、鉄も欲しいっちゃ欲しいけど、急ぎじゃないね。で、ナディアさんは、こっち行っちゃおう。なんかメリスンだらけだな。いよいよ、インバイロメンタルステーションが、建築完了しそうですね。もう、ちょっとスピード上げようか。さあ、できました。あ、電気が必要なのか。なるほど。じゃあ、電気作ろうよ。バッテリーをまず作って、バッテリーは?残した。バッテリーを、まずじゃあ、ここに作って、で、ソーラーと、風力を一つずつ作っとこう。これ風力は?パーツが必要なのか。なるほど。これでパーツが必要になってくるのか。そうか。スペシャリスト、レディーフォーアクション。ナディアさんは、こっち行きましょう。で、アイビーさん。アイビーさんは、南へ行ってみようか。で、ボニーさん。ボニーさんは、ひとまず、こいつをぶちのめしちゃおう。お、耐えてんね。やるね、こいつ。で、ドク。ドクは、あー、ドクどうしよっかな。ドク一回帰ってこようか。コンポーネント持ってるし。ニュークリアフォールアウト。これ、死の灰が降ってくってこと?ああ、なるほど。メディカルテントを余分に作っとけと。で、ハーベストクロップスビフォーデイウィザーだから、なるほど。じゃあ、これも収穫をしとけってことか。なるほど。で、メディカルテントを、どうしようかな。仮設でいいからバンバン作っちゃおうか。じゃあ、この辺に作っちゃおう。二つぐらい作っときゃいいかな。人がいないもんね、そもそも。で、あとは、とりあえずできることはこんなもんか。これ、畑止めちゃえばいいよね。そしたら、その人らが病院で働けるようになるから、人手はとりあえず間に合う。バッテリーラックが、建築終わりました。まだ動かないね。発電できないもんね。蓄電はできても。あ、グループオブサバイバーズ。来たぞ。あ、ステラさん。スペシャリストが来た。なんかこの人もなんかすごく毒っぽい能力だけど、毒よりも若いだけあって、アタックがちょっとあるね。いや、これは否を唱える必要はないでしょう。アクセプト。いらっしゃいませ、ステラさん。どうしようかな、ステラさん、いきなり外にやっちゃおうか。パワー層コンプリート。パワー層ができたんで、これいいんじゃない？ツールショップとテイラーの速度が20上がるっつうのね。これはアプレンティスっていうのは？ワークスロットが増えるのか。なるほど。いや、悪くないけど、でも、ジャンクリサイクリングは？リサーチポイントが足んないのか、サイエンスポイントが。ガーディアンっていうのはどうなんだろう。人手がいない。これでもガードポストいよいよ必要になってくるってことか?これ研究できるってことは。ね、なんかそんな感じするよね。で、あと気になるのが武器だな。ウェポンクラフティングここにあんのか。ガードポストを作って、
セントラライズドリペア行ってウェポンクラフティングっていう感じなんだろうか。ねえ、ガーディアンポスター。でもどうなんだろうな。まだそんな危機に直面してないから何とも言えないよね。ひとまずこのクラフトマンシップ行っとこう。これプロダクションスピードが単純に上がるからね。すごく有用だよね。これとりあえずハーベストはだけ済まして次植えないでいいよね。スペシャリスト、レディーフォーアクション。毒がそうか帰ってくるっていう風になってっから、ステラさんを外に送り出してもいいか。ボニーさん、ボニーさんはこいつを殴りつけます。倒せるか？倒した！いいね、とどめの一撃。これでコンポーネントがここで回収可能ですね。これボニーさんは各地を転戦っていうスタイルだね。で、アイビーさん。アイビーさんまんま戦闘強くないんだよな。まあ、とりあえずここを、ここまで来てここ使うってできるか？できるね。あ、コンポーネントじゃん。いいね。で、ナディアさん。ナディアさんは、ひとまず、ここまで来て使うってできるかな？できる。ラッカム。ほう。ゴキブリ撃ってる。やだな。ラッカムとトレードは？ここ結構有効高いね。なんかすごい。凛々しい元傭兵みたいなのが出てきたよ。こっからあっちのエッグは買いたくねえな。結構街が増えてきたね。パーツ売ってくんないかな。これ何？スペシャルディーン。アイテムバリューでこれなんだ？レピュテーションだ。あ、ちょっと待って。これじゃあ、これを買うと、レピュテーションも上がるってこと？仲良くなれるってことじゃない？もしかして。だよね。じゃあ、買っとこうか。で、ツールね、作り出せるから、10個ぐらい売っとこう。プラスチックも売っちゃおうか。パーツもうちょっと欲しい。20買える？お金が足りないね。ただし、お金はファイバーも売ればなんとかなるでしょう。これ30、40っていいんじゃない？これでいいでしょう。コンファーム。これでレピュテーションが増えるってことだよね。で、ステラさん、外に行こうか。さあ、ソーラーパネルが完成しました。これで発電が始まるわけだね。これでも、ここのエナジーコンサンプションが12だから足りてないね。で、あとこれ。ワークエリアをここに指定しよう。これで動き始めるでしょう。で、ステラさん。ステラさんは、どうしようか。とりあえず、こいつ殴ってみようか。なんか弱そうだよ、ステラさんも。メディカルテント完成しましたね。働く人はいるよね。で、ここで種まきにしてくださいって言ったんで、この人は一回クビにします。クラフトマンシップコンプリートと。で、じゃあ、どうしようかな。これ待って、シンプルデコレーション。ルーフサポーティング。これシャンティの機能性上がるんだから、これやっとこう。これスピリットレベルっていうのはリペアコストか。これも大事なのかな。あ、しまった。これやっとけばよかったんじゃないの？メディカルテント作らずに。ナースを。そしたらきっと、病人を増やせるよね、受け入れる。で、あとこのメディカルトレーニング。これもやっとけばよかったな。失敗したね。まあ、後の祭りなんで、しょうがないですね、こればっかりは。スペシャリストレディフォーアクション。で、ドクは一度帰ってきます。で、ステラさんで、こいつ殴りつけます。ダメージ食ってんのこれ。あ、でも倒した倒した。よかった。で、ボニーさんは、ひとまず、ここまで来ようか。アイビーさん。アイビーさん、ここを、スカウト。鉄砲だ。これ、ライフルも必要になってくんのかな？
ナディアさん。ナディアさんはここをスカウトでいいですね。コンクリだ。コンクリも欲しいんだよな。足りてないもんね。これ動いてないね。電気が足んなくて。あ、来た。ニュークリアフォールアウトハズアライブド。来ましたね。甲府とかズゴーンって下がったね、今ね。これで放射能病がガガーンって増えるんだろうな、きっと。さあ、ルーフサポートを終わりました。で、スピリットレベル。これはできないのか、今。どうしよっかな。このシンプルデコレーションでもやっとこうか。花を植えられるようになる。メディカルテントできましたね。これで、とりあえず6人まで受け入れられるようになったんで、まあ、ひとまず安心という感じですかね。6人以上出そうな気すんな、この様子だと。うわぁ、すげえな、これ。この状況。シンプルデコレーション、もう終わった。早っ。で、これでひとまず、研究できるものはなくなりましたね。サイエンスポイント待ちだ。まあ、どこも体力回復したら、また外に行こう。おなんだこれ。ウィーリートラベラーズ。はい。何をしてきたんだ。フォースダンズ。ほう。これは、食い物か薬をよこせって言ったけど、何にもありません。どうなんだこれ。襲ってくるってこと？あー、来た！なるほど。じゃ、ちょっとこれを増やして。ちょ、毒もなんとかしてや。おー、壊されてる。あ、でも、レイダーは押し返したね、今ね。これで、ビクトリー。ああ、よかった。こういうこともあんのか。なるほど。怖っ。一度じゃあ、この人解雇して、これは修理待ちだね。はあ、なるほど。これでじゃあ、武器とかが必要になってくるってことか。で、なんか、バンバン放射能病が出てるけど、まあ、とりあえずなんとかな。あ、4人成長した。よし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 。4人成長して人手が増えましたね。これはありがたいな。で、スペシャリスト、レディーフォーアクション。ナディアさんは、ここでコンクリ集めましょうか。で、ボニーさんは、ここまで行きます。で、ここをスカウト。で、気がいるね。で、アイビーさん。アイビーさんは、ひとまず、ここでコンポーネント集めようか。で、ステラさん。ステラさんは、どうしようかな。ステラさんもサイエンスなんですよね。だから、この辺にサイエンスポイントあったな。ここを目指そう。これでも人で増えたのありがたいな。ここ、人で増やせんじゃない？ね、これで、処理速度が上がるよね。まあ、電気があったらっていう話なんだけど、パーツが足りてないんだよな。早く、コンボ来ないかな、輸送の。あ、コンボ来ましたね。で、あとこれ、ベリー取り切っちゃったな。ベリーもうでも、勝利もベリーに頼るって感じでもないんだよな。あんまり遠くまで行くと、獣も怖いからもうこれはこのままでいいや。トレードコンボイハザーライブド。これで、パーツが手に入ったから、いよいよ風力発電取り掛かれますね。さあ、スペシャリストのターン。で、ボニーさん。ボニーさんはここをスカウト。フューエルか。ダイビーさんは、まあ、コンポーネント集めですね。で、ナディアさんは、コンクリ集め。で、ステラさんは、ここを目指して、完璧ですね。これ、プラスチックがないな。ここを指定しますよ、と。ちょ、待って。コロニスト11人も病気になってんだけど、メディカルテントが足りてないぞ。これは、さらに作んなくちゃダメか。研究進めときゃよかったな。
これでも8だからね、受け入れられんの。って考えると、やっぱ厳しいよな。まあ、病気が治ればね、当然患者は減るけれども、それまでが問題だよね。あ、でもやっぱり減ってるな、結構。これいらんなじゃん。なし。これで頑張ってもらおう。8人に増えた。怖っ。